今月20日、村田町のスポーツランド菅生では3年ぶりにライダーたちがファンサービスを行っていました。国内最高峰の全日本ロードレース、仙台出身のライダー菅井義之さん57歳のチームではレースに向けマシンの調整が続いていました。4年ぶりの、ね、都合の全日本のレースなので、まず出れること自体が、ね、すごくありがたいなと思って今いるので、まあ、これから走れるなっていうことがちょっと楽しみなところもあるので、レースのトップカテゴリー JSB1000 クラスで使われているのが、石油を使わず植物ゴミや木材チップによるバイオマスを原料としたバイオ燃料です。JSB1000 の1本目は24台が22周を走り順位を競います。27連勝中のヤマハファクトリーレーシングのゼッケン1番中須賀克幸選手を先頭に、各チームのライダーたちがグリッドに並びます。ゼッケン40番の菅井さんは23番グリッドからのスタートです。いいスタートを切った菅井さん、第一コーナーへ飛び込んでいきますが、前を行く9番関口選手のマシンが接近。菅井さんは危険回避で外側にラインを取りました。レースは終始ゼッケン1番と3番のヤマハ勢2台が首位を争い、その後ろにホンダと鈴木のマシンが3位を争う構図で進んでいきます。菅井さんもセッティングに苦労したホンダのマシンを乗りこなし周回を重ねます。レースは後半、 JSB1000 クラス2年目のゼッケン3番岡本雄貴選手が1番の中須賀選手を抜き去り先頭に立ちます。そしてそのままチェッカーフラッグを受け初優勝を果たしました。岡本雄貴、素敵な笑顔をこぼれてますね。3選手ね、素晴らしい笑顔です。菅井さん、レース1本目は19位でゴール、2本目のレースにつなげます。今年は多少遅くても転ばないことが優先なので、まあ、丁寧に走りました、まあ、とりあえずベストラップも少し更新できたんで、また明日何かネタ考えて頑張りたいと思います。ありがとうございます。私ガイドを務めます菅井義之と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あと奥に見えます馬の背の手前、若干右に曲がってますね。癖のある感じが菅生のバックステートの難しさの一つですね。レース後にはサーキットを案内するツアーも開かれました。レースを終えたばかりの菅井さん、サーキットの魅力を知ってもらいたいとガイド役を引き受けています。現役ライダーの貴重な話が聞けるとあって人気のツアーです。西の方角になります。あちらに蔵王連峰はね、晴天であれば綺麗に見えるんですが、今日は残念ながら曇ってますんでね。大会2日目、2本目の決勝レースは23台で22周で争われます。決勝レースも終始ヤマハの中須賀選手と岡本選手がレースを引っ張る展開。
後は前日2位の中須賀選手が岡本選手を抑え優勝。激しい3位争いを制したのは10番清成隆一選手でした。菅井さんは20位でゴール。2つの決勝レースを完走しました。お疲れ様でした。徐々にペース上がってきましたそうですね、自力でベストも出せたのでちょっとは良くなってるかなと思うんですけど、まだ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 ね。今までは何だかわからなくて、ただひたすら走ってぐるぐる走ってただタイムを少し削っていくっていうだけだったのが、今回少しマシンのことがようやく分かってきたんですよね。だからそこは大きかったし、まあ、それもやっぱり走り慣れてる地元のコースだったんで見えてきたってことは間違いなくありましたから、つかみかけてるものを確実にしてまたプラスのことを見つけていきたいなと思います。